はいどうも銀です。いやあっという間に9月も終わろうとしていますね。でもそろそろ10月だというのにまだまだ暑い日は暑くて大変です。あと2ヶ月もしたら雪が降るなんて信じられませんよね。信じられないといえば、なんとこの度マルコロ商店さんから気中の飼育用品の試作品を作ったので試しに使ってほしいという依頼が来ました。これが案件ってやつですか。まさか僕のところにそんな話が来るなんて思ってなかったので嬉しい限りです。それでは早速レビューしていきます。まず届いた商品がこちらです。ゼリー置きと何やら組み立てが必要な棒状のものとネジと台座がありますね。説明もいただいたのでまずは組み立てていきます。こうして台座にネジで棒を取り付けていきます。とても簡単ですね。こんな感じでできました。でもこのままだと何に使うか分かりませんよね。それでは説明にあった通りにあるものと組み合わせてみます。はい、できました。なんと立派な足場になりました。この発想はなかったですよね。それではこの足場を利用して早速飼育環境を作ってみようと思います。最近スパイニージャイアントアサシンバグがたくさん増えてしまってベビーを分けて飼育したかったのですが、値段の高い小林シャッターに鉢底ネットを貼り付けたくなかったんですよね。そこでちょうどこのようなものをいただいたので、これはと思い作成してみました。このようにバッチリ機能しています。思ったよりも足場がしっかりしていて、アサシンバグの幼体くらいなら難なく登れています。餌のシミが登っても問題ありません。とここまでいい感じなのですが、生態になると少し不安かなと思いますね。あとは潜る系のゴキブリだと足場からひっくり返されてしまいます。壁面が登れず足場を必要としているゴキブリはだいたい幼体時は潜りがちなので、ゴキブリには使えそうにないですね。これは批評まで動画にしてほしいと言われたので言っているのですが、なかなか心苦しいです。ただウデムシやアサシンバグ、カマキリなどにはかなり使えそうです。4本足にするとこのような平場も作れます。大きいものと併用してアスレチックのようにレイアウトしても良さそうですね。次はゼリー入れです。これは神商品です。使ってみて感動しました。痒いところに手が届くんですよね。まず入れ物自体がザラザラしています。これにより壁面を登れないゴキブリがちゃんと登ることができます。ドゥビアやレッドローチなどに使えそうですね。ただドゥビアはベビーがゼリーに埋まって落ちてしまうことも多いので、そこは注意が必要です。幼体は壁面を登れないけど、成虫になると登れるようなゴキブリも多いので、そのようなゴキブリにも使えそうです。あとは若干ゼリーの蓋が乗るように段差があって、爪を引っ掛けてゼリーを取りやすくなっています。自分かなり深爪なのでこれはかなりありがたいです。少し浮いているので、なんなら爪を使わなくても持ち上げやすく、交換のストレスがかなり少ないです。それともう一つポイントがあって、片方の面が開いていて簡易的なシェルターになっています。これがかなり偉くて、こういう空間にゴキブリたちを挟まりに来るんですよね。二次ゴキとかこういう隙間が大好きです。このように寄虫飼育のために飼育者さんが作った痒いところに手が届く商品となっております。まだ試作段階で売り出してはないとのことですが、使ってみてワクワクする商品だなと思いました。ここから改良や調整をして売り出す予定のようです。楽しみですね。はい、ということで初めての案件動画でした。割と誇張なしで本音でズバズバ動画を撮ったつもりですが、これで大丈夫かと今から冷や汗が垂れてきました。ゼリーの方はすぐにでもたくさん欲しいですね。鉢底ネット掛けの方は使える種類が限定的ではありますが、かなりいいと思います。これからまた改良していくということですので、これからにも期待ができますね。それでは皆さんも良き寄虫ライフを。バイバーイ。